えー、こんにちは速軸の久保でございます今回ですねリアルタイムの FX のチャートを見ながらなんですけどもこうフラクタル幾何学のことをちょっとお話ししようかと思いますまあフラクタル幾何学って何やというふうに思う方もいるかもしれませんしエリオット波動を耳にしたことがある人ならなんとなくピンとくるかもしれませんまず順を追って説明しますけども今現在の4時間軸を今あ見ていただいてます でえー、と私がね、えー、お示ししたのはこの、ね、波動が1個あるでしょそれがちょっとちっちゃくなってここにあるよって言いましたよねでもっとちっちゃくなってここにあるよとだからだんだんと三角形がちっちゃくなりながら収束しているんでブレイクが起きるんじゃなかろうかということをお話ししたと思いますまさにこの三角形が続くというのがフラクタル構造なんですよじゃあちょっとここから離れてフラクタル幾何学の基礎をちょっとねおさらいしてみましょう えー、ちょっと待ってくださいね。フラクタル幾何学。これですね。はい。これです。これ今お見せしているのが黒字でエリオット波動の図なんですけども、このエリオット波動の推進波のここ、一部にね、フラクタル構造があることがあよく言われるんですよ。つまりは、この推進波の、えっと、赤でいきましょう。黄色でいきましょうか。この一本があるでしょ。 第3波動ですけどもこれを細かく見て第4波動までおさらいしていくとなんとねここにももう1個さらに小さいエリオット波動があるということがよくあるんだよってことこういうふうに同じ構造が小さい方にも大きい方にも重なっていくことをフラクタル幾何学フラクタル図形フラクタル構造というんですねではですねちょっと時間軸を変えてこれはいこれはですねデイリーなんですけども デイリーのところにエリオット波動ではないんだけども似たような形があるって再三言ってますよねこういう風に図があってでこっからエリオット波動ではないですよこれは正確にはねエリオット波動がここが一番長くならないといけないんでなってないですからねただ形としてはこれフラクタルの可能性があるんですよこういう風に来て今調整波があるでしょで今朝の相場解説でここを越えて上の方に伸びるかもしれないって言ったのはなぜかっていうとこれがフラクタル構造に私は見えるからなんですよ つまりは大きく上に向かう波動の一部をここが構成しているっていう風にね見てるんですよねちょっと難しいですかね、うんまあ、フラクタル構造を意識しながら毎日のチャート図を見ていくとさらに大きな時間の流れを考えることができるんですよねで、えー、上位足を見た時にそれと答え合わせをしていくと さらに革新の材料が高まっていくってことになります、うん。ただこうやってね、材料をいくら積み上げてもそうならないこともあるっていう部分がありますんで、リスクヘッジは大事だよってことなんですよ。えー、今回はね、フラクタル図形についてお話ししましたけども、そんなに今の時点では意識しなくていいですからね、えー、深く深く考えていくとこういったものも見えてくるよってことでございます。だから基礎がまだ詰まってない方は、今回の話はちょっとね、通り過ぎて忘れてもらって構いません。じゃあ以上です。